はい、皆さんこんにちは、刈谷です。今回もプロス PS やっていきましょう。今回はですね、久しぶりなので、ちょっとだいぶまた契約書の方がたまりましたので、今回はですね、S ランク契約書関連を全部引いていこうかなと思います。はい、で今ちょうどねターニングポイントじゃなかった間違えた、エージェント S、 いつも間違えるんですけど、エージェント S がですね、やっておりまして、はい、現在のですね、僕のオーダーがこちら。そう、あと菊池選手のところに、森野が来れば、まあ、ほぼ、一応完成という形にはなるかなと思います。はいはい、残りあともう菊池だけ本当一人なので、はい、出ればいいなというところではありますね。はい、ということで、でエージェントエースの方も、まあ報酬はあと累計の方チケットと、まああと森野が出れば一応ここのね到達オーダーポイントについても取れるかなとは思うので、まあそちらの方を狙っていければいいかなと思います。はい、ということで、今回はね、こちらの S ランク 10%、30%、30%、S ランクが2枚かな。であとゴールドも一応引こうかなと思います。はい、で今これ取ってんのが、今日何日だっけ？何曜日忘れちゃった。完全に今日にちが頭の中から飛んでるけど、日本シリーズの第6戦か。第6戦の日なんですけど、今日は11月4日ですね。はい、で今ついさっき日本シリーズが終わったところです。はい、いやね、最後ソフトバンクが川島選手のヒットでさようなら勝ちということでですね、ね、今シーズンもついに野球、ね、シーズンが終わりました。まあね、中日ファンとしてはね、まあ残念なシーズンではありましたけれどもね、まあ来年ねどうなるかなというところではありますね。まあ前置きもはここら辺にして、さてじゃあ引いていきますか。じゃあ S ランク 10% じゃないか、ゴールドから先にちょっと引いていこうかなと思います。はい、でまあ A ランク契約書と代打の切り札の実地名 A ランクの方は、動画外で引いておきます。はい、ではゴールドいきましょう。さあ誰だね、今回 S ランク系 30% とかもあるんで、まあ最低3枚は欲しいですね。はい、平井選手、セーブですね。おっと、ちょっと待って、選手の、一回ちょっとねカットします。カット。はい、ということでですね、 S ランク 10% 契約書引いていきましょうかね。まあ欲しい選手とはやっぱり中日の選手かな。まあ、特に欲しいのはまだ持ってない京田か谷本あたり、まあ、あとジョーダンとかかなとは思いますね。うん、まあ中日の選手の S ランクが出てくれればいいなとは思いますね。じゃあ引いていきますか。さあ、でまあ今シーズンもね日本シリーズが今日で終わりましてね、来週の月曜日かな、はい、誰だ。はい、 A ランクの、佐藤選手ですね。まあ来週、ちょうど来週の月曜日から確か FA の期間になるのかな、確か。でまあね、今年中日は、日ハムの大野選手をが FA 宣言したら取りに行くみたいな話が出てますけれどもね、さあどうなることか。まあキャッチャーね、確かに今年全然固定できなかったりね、いい形でっていうのがなかなか見れなかったのでね、キャッチャー取るのはいいかなと思うんですけど、まあ個人的にはね、まあもしであの FA で出てくれるのであれば西武の炭谷選手を取りに行ってほしいなっていうのが正直な僕の本音ですかね。はい、まあそんな話はいいとして 30% 引いていきましょう。さあ、S が出てくれればいいんだけどな。うん、これも A ランクかな。 A ランクですね。お、松井裕樹選手、松井裕樹選手は、
今年のシリーズ2を持ってるので、これの S を持ってるので、まあ、限界突破要因は使えるかな。さあもう1枚 S ランク 30%、 よいしょ。さあおっと、お A ランクかな、これもどうだろう。お、来た S、 誰だ。おー、ヤクルトの秋吉選手。はいはいはい、よし、これで3枚 S ランク3枚は一応確定だね。はい、ということで、まあ、ビンゴミッションの S ランク契約書いきましょう。さあ誰が来るかな。さあ誰が来る。鈴木か谷本あたりが来てくれると嬉しいな。野上選手、おお、野上選手シリーズ2の S ランク。さて野上選手も確かね FA で出るんじゃないかっていう話が出てますけれども、どうなるのかね。中日は取りに行かない気がするけど、阪神とかがね取りに行くんじゃないかっていう話が出てるみたいですね。さあということで S ランク契約書最後引いていきましょう。さあ最後は誰かな。お、雷ってことは結構いい選手が来るかな。池が来てほしいんだけど、おお、内川。これはいいんじゃない、どうだろう、強いんじゃないかな。あれ内川ってパワー型じゃなくてミート型なんだ。あ、まあホームランバッターではないか、確かに。ちょっと見てみようか。ちょっと一回カット。はい、ということで、S ランク、ソフトバンクの S ランクで内川。はい、ちょうどね、日本シリーズ第6戦で9回裏にね同点ホームラン打った内川選手ですけれども、ミート型だね。うん、でファーストと外野も一応守れるけど肩があんまりいいわけではないのか。で阿部人満塁男、まあどうだろう、使ってみたいとは思うかなっていう感じですかね。まあ一応育てようかなちょっととは思います。はい、ということで最後に、今の現状の中日純正オーダーを最後に見て終わりにしましょうか。はい、なかなかねまだ育ってないのが現状かな。福田は今、S は70までいったので今 A ランクを育てている最中です。大島もそうだね。あ、大島じゃないか。であと一応なんだっけ、代打の切り札の遠藤も今一応育てている最中です。なんで一応もう1枚、S が増えるので、あと、何人かな、野手が 1,2 残り3人、投手がまだだいぶいるかな、 1,2,3,4 人ですね。まああと7人、まだちょっと時間はかかりそうかなとは思いますが、まあね地道にやっていければいいかなと思います。はい、ということでですね、今回はS ランク、溜まっていた S ランク契約書を一気に引いてみました。はい、まあね、また、次の動画でも、中日の選手を引ければいいなとは思います。はい、ということで、今回の動画はここまで。またね。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。